けましておめでとうございます。アフェイジャです。アフェイジャです昨年は私たち、8月の10日にギャンブラーというアルバムをリリースしまして、とても好評でした。私たちメンバーとしてもとても嬉しくてね、はい、そんな感じなんですけれども、今年の予定としてはどうでしょうかね。そうですね、まあ、今年もこのプロモーションツアーをしたりライブをやったりしながら、春頃にまたワンマンとかできればいいなと思ってますので、うん、遠方の方も足をお運びください新曲もね、またどんどんね披露していければと思います。はい、そんな感じでね、アフェイジャが、今年も、ガンガン突っ走っていきますので、どうぞよろしくお願いいたします。それでは皆さん、今年もどうぞよろしくお願いいたします。さようなら。